はい、こんばんは。このチャンネルを皆さん、ご覧になっている皆さん、こんばんは。竹下敦史です。先ほどね、私の師匠である、中南米音楽研究家のレイ・アルフォンソ・ショーダ氏とお電話でお話しさせていただきました。熱海の方へね、参りましょうかと、私の方で申し出ましたところ、まだ、救出活動がね、行われている状況で、交通もね、分断されていると。そういうような状況で、私が行くことはね、ちょっと控えてほしいというふうに、おっしゃられたんで、しばらくの間控えることにいたしました。私の師匠との約束でね、100枚譜面を仕上げたら、オベーション社のね、アダマスという私の大変好きなギターがございまして、私の師匠は現在ね、そのオベーションを弾いていないので、私はね、レコーディングで使わせていただけないかというような、約束をしていたんですが、私は小学生の頃ですかね、オベーション社からアダマスという素晴らしいギターが登場いたしまして、それをね、新聞で見かけまして、師匠のとこ行って、オベーションっていうね、会社からヘリコプターに使う素材で作られたすごいギターがあるんだよって言ったら、これのことかってもう思ってたんですよ。当時プロトタイプだったのかな。彼はね、とてもありがとうございます。おや、ありがとうございます。彼はとてもね、たくさんのギター工房からね、ギターを弾いてくれと言われるような立場の、素晴らしいギタリストであり、古賀正夫大賞ありがとうございます、受賞しているほどの、著名人でありますので、オベーション社からオファーがあったのかもしれませんが、その辺のところはね、やはり大人の事情ということで、子供であった私は特にそこを聞くことはなかったんですが、アダマスはね、やっぱり本当に素晴らしく美しいギターでした。それからね、私がだから6歳、7歳ぐらいですかね、まあ30、40年以上の時を経てね、私にアダマスを弾かせてくれる機会を与えてくれると思います。とにかく今回はね、本当に熱海の皆さんは大変だと思いますが、東京から応援しておりますので、ぜひ皆さん、頑張ってください。安易に頑張ってくださいっていうのは軽々しいかもしれませんが、それ以来言葉が見つかりません。本当に亡くなられた方に対してはね、本当にご冥福をお祈りいたします。そして、生き延びた方々、ぜひこれからのね、熱海の発展のために尽力を尽くしていただければと思います。それでは、竹下敦史でした。失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。その時はぜひ笑顔でお会いできればと思います。それでは失礼いたします。